はい、こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。栗翔は、4枠やって、5000円ぐらいかな。1枠調子いいとき4000円とか。4000円から8000円って書いてあったけど。入ってきてるよ。入ってきてる。またクルーズか。いやいや、2時間話して4000円もらえるんだったら、まあいい収入になるよね。本当にもらえるかどうかわかんないけどさ。なんか4ヶ月後とからしいよね。もらえるのが。またクルーズが来た。ねえ、クルーズ全然見るもんないんでしょ、多分。だタグがついてないから回らないんだろうね、多分。うん。コメントできる。コメントしづらいのかね。プレアカ代を原資に山分けなのかな。ちょっとわかんないわ。どういう分配をしてるのか。ただみんなで、そのクリショー登録してる人で分配するとは書いてあったよ。で、クリショーの登録数が2%とかだったから、登録しないと、登録してるのが2%しかいないから、儲かる。まあ、いい仕組みだと思うけど。閲覧数とコメント数が鍵みたいだね。うん。そうだよね。うん。いや、そうだったと思う。そんなこと書いてあったわ。睡眠は取ってないっすよ。はい。もう24時間寝てたんで、眠くないっすね。まあ、そうだよね。場が壊れるわな。うん。空気読まなくていいのは。いや、じゃあ、風邪ひいてんのよ、今。体調悪くて、多分今日治ったと思うけど、24時間爆睡しちゃってて、久々だよ。2日連続ぐらいなんか寝込んでて。いや、アンチコメで稼げる時代が来るんだからすごいよね。すごいよ。この前放送やった時にコメント書くな、こいつの養分になるからっていうコメントがあったからね。ずーっと連投してんの。コメントは書くな。こいつの養分になるだけだ。いや、お前もコメント書いてんじゃんみたいな。ふわっちで、そうだね。でかい花火師さんが3人ぐらいいなくなったからね。なんだかわかんないけど。まあでもね、1年間いい思いさせてもらったから。来場した時点で養分だから意味ない。そう。てか、まず養分っていう発想が俺はおかしいと思ってるんだよ。何のために見に来てんだ、こいつらっていう。好きで見に来てんだから、別にそれで稼いで養分もクソもねえだろうって思うんだけど。だから俺らが稼げるのが自分たちのおかげだって思ってるんだよね。そもそもなんかニコ生のリスナーの、そのアンチか。アンチのリスナーおかしいよね。花火師って別に運営の人じゃなくてリスナーさんが花火投げてるだけだもん。リスナーさんが花火を投げてくれてんの。要は1000円分のアイテムとか、要は簡単に言うとさ、ニコ生の広告ってあるじゃん。広告1000円とかバンバン投げてるでしょ、みんな。あれの半分が俺の手取りになるだけって話。だからニコ生の投げ銭を半分俺にくれるようなもんだよ。格闘技経験、そうだね。捨て頃で格闘技は経験したから。未経験ではないよ。一発1000円でテラが、そうそう、半々。まあ、アイテムによってパーセンテージは違うんだけど。まあ、大体半々だと思っていいよ。まあ俺は別に普通に真っ当だと思うけど、それは。むしろ運営だけが儲かるっていう仕組みの方がおかしいと思うから。あ、匿名花火師ってあれなんでいるかっていうと、アンチがツイッターとかで叩くからだよ。雑談狸とか書くでしょ。誰々ってやつが花火やってるぞって。
だから匿名投げてんの。投げてる人は、俺はわかるから。サイトごとの雰囲気は、今がツイキャスが最強のサイトだと思ってて、閲覧数とか影響力。ニコ生は、だからあぐらかいてダメになったけど、システムがすごくいい。運営の対応が悪いけど、システム自体がすごくいいと思ってて。まあだから、殿様営業失敗した感じ。で、ふわっちの伸びがやばいね、今ね。だツイキャス、ふわっち、ニコ生の順番かな。力関係で言うと。あ、ニコ生だけもう、これからどうやって巻き返すかなって。そんな感じだね。ちょ、トイレ行ってくるわ。ただいま。ふわっちのマンスリーランキングのバブり方すごい。アイラが流れ変えたかな。アイラが1ヶ月700万ぐらい稼いで、でそっからすごい勢いで稼げる人が増えたかな。ランクインありがとう。ニコ生のリスナーふわっちに引っ張ろうとかそういうことは考えてないです。アイラは1ヶ月700万、最高記録で今抜かれてない。で、毎月100万以上稼いでる。200万以上か。アイラすごいよ。それでだって噂になってニコ生の人が流れたんだもん。いや、俺も稼げてる。食えるぐらいには稼げてるよ。俺がマックス月収50万、ふわっちだけで50万2ヶ月かな。40万1ヶ月。多分、去年いっぱいで300万ぐらい稼げてるね。まあ、ネットホストっていうジャンルができたよね、完全に。あ、ネットはもう、放送を遊びでやる時代は終わったんでしょ。面白いよね。仕事になるんだもん、生放送が。時代が変わったよ。あ、正直今閲覧数にそんなこだわってない。気楽にやってるよ。あ、まあ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 、それがネット文化でもあったしな。ああ、もう変わったんだよ。リア充ツールに変わったんだよ、放送は。動物園だった時代は終わったんだよ。ランクインありがとう。コミ通報されたのか。ミュウツーにボコられることはないね。のんちゃん売り出そう。のんちゃんはファン多いし、深夜長とかも言ってたね。のりこをもっと放送に出したら、のりこはすげえ大手になる。
な、のんちゃんがそれに気づいてないかんね。アメスピだね、ずっと。ずっとアメスピだよ。ちょっとごめん、目を覚ませの意味が全然わかんねえわ。いや、のんちゃん美人でしょ。のんちゃんめちゃくちゃ美人だよ。のんちゃんは雰囲気あるよね。サバゲーは今のところ関東の予定ですね。サバゲーは今のところ関東でやるつもりです。まあ今月マンスリー100位も厳しいかもしれないけど、食えればそれでいいって考えたから俺は。別に誰かと比べて配信やってるわけじゃねえから。自分が食えるようになるのが目的だったから。別に誰かと争ってやってねえわ。逆に言ったら100人食えてる時代でしょ？いいんじゃん。パフェありがとう。おはよう。ありがとう。銃はね、俺はベレッタ。ベレッタと P90 だね。1億円目指してるよ。いや、全然イライラしてないよ。イライラしてるように見える？全然普通だよ。イライラしてないよ。普通普通。電動ガン持ってないですね。まあでも一応ガスガンの方がいいっていう話だね。冬場は使いづらいっていうのは分かってたんだけど、一応まあガス持っとこうと思って。コメントで逃げるも戦うもないと思うけど、ちょっとよくわかんねえわ。あ、電動の方が良かったんだ。まあガスガン買っちゃったよ。のんちゃんにはグロックの18買ってあげたね。あ、連射できるやつね。フォローありがとう。そう。のんちゃんはグロックがいいって。いや別にアイテム1個だろうが100個だろうがお前には関係ねえだろ。
暇だな、お前も。別にアイテム投げねえやつは何やっても投げねえんだから。お前に何の関係があるんだよ。いや別に投げれない人は全然いいよ。お金に余裕のある人が投げてくれてるから。ただ、金ない、金を投げないやつが生きがんなよっていう話よ。金を投げてもいないのに偉そうにしてるやつは気に食わねえって話よ。別に普通に見てくれる分には応援だと思ってるから、俺は。金を投げないやつに、何かを言う権利はないってことよ。そうだね。一度は100万取りたいね。一回だけあるよ。石野に花火一発投げたね。石野気づかなかったけど。最高80なのや。ふわっちだけじゃないよ。全部入れて、ね、YouTube とか、T シャツの販売、ステッカー販売とか。ふわっちだけで100いきたいな。ありがとうございます。僕も嬉しいですね。まあ、応援してくれたファンのおかげだと思ってるよ。キューピーさん、お金困ってないよ。あ、荒野100万稼いでんだ。へえ。すごいね。すごいな。うん。まあ、人は人だからな。自分は自分、人は人。他人と比べても意味ないから。いや、全然悔しくないね。マンスリー1位は取ってみたいね。やっぱりふわっちでもやってるし、うん、ナンバーワンになってみたいっすね、一回。あ、ありがとうございます。まあ、とりあえず月収100万だな。配信数はゴールデンタイムで300人ぐらいじゃん。今100人切るぐらいじゃないの。ニコ生とどっこいどっこい。
いや、サービスとしては持つと思うよ。まあ、いなくなったリスナーを俺はとやかく言うつもりないから。一生面倒見てくれるわけじゃないから。リスナーが。YouTube ライブは最近やってないね。ふわっちで月200ぐらいじゃない。おはようございます。おはよう。アイテムの数別にお前らに関係ないでしょ。俺がいくら稼ごうが稼げまいがお前らには全く関係ないんだから。総額？知らない。なんでお前らにアイテム1個とか笑われないといけないの？じゃあお前らアイテム飛ぶの？配信やったら。飛ばないでしょ。ありがたくいただいてんだから。なんでお前らにアイテムどうこうとか言われないといけないんだよ。お前らが気にすることじゃねえだろ。ご厚意で投げてくれてんだよ。俺のファンが。風船1個でも感謝してるよ。当たり前じゃん。貴重なお金なんだから。水に切って応援してくれてんだから。花火ありがとう。ありがとうね、コボチン。花火ありがとう。なんで笑うの？何がおかしいのか全然意味わかんないんだけど。いや、態度違くない、全然。お前ら金の話ばっかりだな、本当に。風船50個ありがとう。ありがとね、のんちゃん。いや、もう楽しい話題ないの。ハッピーになる。もう金の話とかくだらないからいいよ。金の話とかくだらないよ。俺は金のためにやってるわけじゃねえから。いや、金じゃないよ。俺とのファンとの交流だから。だって飯食えてんだからプロでしょ。飯食えてんだからプロでしょ。
いや、金じゃないよ。大事なものは金で買えない。俺はリスナーさんとの関係を築くために配信をやってるんです。リスナーさんと俺のファンとの交流の場所なの。俺のファンとの交流。わかる？言うこと変わってないわ。ブレてねえわ。いや、ファンいるでしょ。だから花火上がってんだから。綺麗事言ってねえわ。一貫してブレてないよ。いや、俺そんなこと一言も言ってないです。だからファンとの交流だっつってんの。いや、気分悪かったら見なきゃいいじゃん。俺からお願いしたか？俺からお願いした？お金を得るために、人の稼ぎがそんなに気になるか、悪口ばかりで足の引っ張り合い、ああ俺のはどう、花火で食ってる。ああ、俺のはどう？毎日ニコニコ。俺のはどうは、今日もインターネットで、ディスプレイの向こう側、毎日ニコニコ。アンチは働いてない。アンチは花火ありがとう。働いてない。アンチは彼女もいない。アンチは車もない。アンチは何もしてない。アンチはただうんこを作ってるだけ。ああ俺のアンチ、ああ俺のアンチ、ああ俺のアンチ、働いてない。俺のアンチは何もしてない。俺のアンチは悪口ばっかり。ああ俺のアンチ、マイマイアンチ。ああ俺のアンチ、エロゲでシコシコ。俺のアンチは何もしてない。俺のアンチは10年引きこもってる。ああ俺のアンチ、マイネームイズアンチ。 Where are you アンチ。
My name is アンチ。俺のアンチは何もしてない。俺のアンチはネチネチしつこい。My name is アンチ。和道のアンチ。My name is アンチ。和道が大好き。My name is アンチ。やることがない。My name is アンチ。今日も何もない。コメントで和道を攻撃してるぜ。キーボードをカタカタ聞いてる聞いてる。俺は和道のアンチ歴3年2チャンネルと雑談たぬきが毎日の日課。今日もコメントカタ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 。俺の仕事は上場企業だぜ。彼女は北川渓谷級。ハーバードも卒業してるぜ。マサチューセッツ工科大学。和道は俺のアンチ。コメント。あ、ピック落としちゃった。ふー、パフェありがとう。パフェありがとう。ふわっちのリスナーは天使ばかりさ。ふわっちのリスナー、パフェありがとう。ニコ生はゴミくず、おみくずばかりさ。バガーバガーバガーありがとう。バガーバガーバガーありがとう。ペロペロキャンディーも本当にありがとう。
What's your name? What's your name? お前の名前は何？ What's your name? What's your name? My name is Wado。ありがとう。アイテムありがとう。悪いね。なんかいっぱいアイテムもらって。配信に薄いとか濃いとかねえから。はい、アイテムありがとう。薄いとか濃いとかないから、配信に。こんなに違うよ。勉強になるでしょ。あのね、みんな覚えといて。うんこの周りにはハエがたかるんだよ。ね。うんこの周りにはハエがたかる。綺麗な甘い蜜が出る。花？花の、フラワーの周りには蝶がたかるんだよ。わかる？うんこと花の違いだから、これが。うんこの周りにはハエがたかる。住んでる世界が違うっていうのはこういうことだよ。肉玉怖い。うん。だって読めるコメントがないんだもん。読めるコメントある？じゃあ。ある？ないでしょ。会話にならないよ、こんなの。おえー、来たー！ありがとう！まずありがとう！ゲッツ！ありがとうございまーす。ありがとう、匿名さん。ありがとう。魔法使いだ。魔法使いありがとう。ありがとうございます。魔法使いありがとう。魔法使いアイテムありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。アイテムありがとうねー。だから包装薄いとか濃いとかないって。ありがとねー。ふわっちまったりだね。うん、うわ、ニコ生にもノリコって出てる。うん、のんちゃん有名人だから、うん、内容が薄い。じゃあ誰の包装内容濃いのか言って。誰の放送が内容濃いと思うの、みんなは。勉強するから。何、うなちゃんマン、佐野智則ですか。誰の放送が濃いの。誰の放送が濃いか言ってよ。いや、だから誰の放送が濃いんだよ。濃い放送の名前主誰だよ。薄いとか濃いとかねえから配信に。こんな素人がやってる配信に。ありがとうございます。和藤さんの放送は知識と教養があるので好き。ありがとう。
笑えないのになんで見に行くんだよ。コメントがコメントすごい、うん、1位ランクインありがとう、うん、1位ランクインありがとう、うん、ありがとう。ガッチのリスナーが羨ましくてしょうがないんでしょう、多分。心に余裕があって、お金に余裕があってさ。匿名でコメント書けるサイト全然あるよ、他にも。漢字読めます。はい。漢字は書けないだけで読めます。漢字は書けないだけです。読めます。ニコ生の和道アンチは加齢臭漂う40代以降後半以上のおっさん。まあそうだろうね。だから金も持ってる、可愛い彼女もいる、収入もある、好きなことやって飯食ってるって羨ましくてしょうがないんだよ多分。おい、来た。魔女ありがとう。2発目ありがとう。バンバン投げて。投げづらくないよ。バンバン投げて。ありがとう。バンバン投げて。ういひー。和道最高。いや、リスナーが最高。ありがとう、匿名さん。ありがとうございます。ありがとう。アンチが聞いてるよ。今がアギだな。うん。コメントが止まったよ。うん。40代ってことは今流行りの引きこもりの人たちですね。そうそう。うん。あざーす。じゃんじゃん投げてください。彼女が熱々のグラタンを持ってきてくれる和道さん。そうだよ。彼女の手作り料理だよ。彼女の手作り料理。可愛い彼女がいて嫉妬してるんでしょ。童貞どもが。はい、3発目ありがとう !3 発目魔女ありがとう。うー、聞いてる聞いてる、ニコ生リスナー聞いてる聞いてる。ああ、バンバンもうコメント打てなくなっちゃったんだよ。さっきまで時給いくらとか言ってたくせに。いや、お前時給いくらしか稼げねえだろって。わあ、マジだ、わあ、すごい、5982円ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ふわっちリスナーさん。アイテム大歓迎です。じゃんじゃん投げてください。バンバン受け取りますよ。うん。じゃんじゃん投げてください。もう、羨ましくてしょうがないでしょ。ニコ生アンズどもは。ありがとねー。広告ありがとう。広告ありがとう。広告。広告。広告ありがとう。和道の妹インスタやってる？ URL ちょうだい。URL ちょうだい。
ちょっと俺も見たいわ 俺が一番見たいわ。よく見つけるよな、こんなの。おい、ペロペロキャンディー10個ありがとう。おはよう。ありがとねー。またのりこって書いて、やったー。ニコ生にのりこって出た。名前が出てる。のんちゃん有名人だやから、ったー。人気者だからね。みんなのりこの、のりこの体を狙ってるんだよ。妖怪って書いてる、妖怪。うるせえよ、妖怪って言ってる。言葉選べってなんだよ 可愛いでしょ、のんちゃん。ペロペロキャンディー50個ありがとう。ありがとう、特命さん。いや、正直羨ましいんでしょ。正直。ペロペロキャンディーいっぱいありがとう。正直羨ましいんでしょ。のりこの存在は。あ、またのりこって出てきた、やったー。のんちゃん太ってないよ。のんちゃんスタイルめちゃめちゃいいよ。あ、のりこラブだって。あ、のりこだって、のりこって言ってる。みんなのりこって言ってる。もうのりこのりこって言ってる。ドナカップル。広告ありがとう。甲骨。ありがとう。広告。今俺何位？今つくらん俺何位？ああ、早く老人ホーム行きたい、のんちゃん。俺つくらん何位？俺つくらんない。ちくわちゃん。つくらん。広告ありがとう、広告。甲骨。俺つくらんない今。ない。作らない。作らないって聞くの聞いてるの。12。あ、すごい、12。作らない。あ、のっちゃんもやってるよ、なんだっけ、あれ、インスタ。のんちゃんも一緒やってるよ。英会話やってるよ、俺。I want to give me あれ。なんだっけ。Please give me fireworks. Please give me Please give me fireworks. Please give me a firework.
こだまのコメント。暇なんでしょ、うん、見るもんないんじゃない。あ、やった、ブッダの特定だって。明日には特定してくれるって。のんちゃんの家、うん、ありがとう。特定ありがとうございます。広告、広告ありがとう。おはよう、おはようございます。ピースさん、誰もいないから。寂しい。うん。ああ。今日もパチ屋行こうかな。だって暇なんだもん。頭痛いし。風邪移ってくるよまた。うん。じゃあバイキンがいっぱいだよ。うん。アイテムタイムはやってない。もうあの自由に投げてもらってる。アイテムタイムやってないですね。パスロー、スロットね。暇なんだもんだって。踏みつぶしてません。広告ありがとう。伝統はダメですよ。広告、広告。のんちゃん今日元気だね。うん。ニコ生な、ニコ生。うん。ニコ生だよ、ニコ生。すごいニコ生。ニコ生もだけど元気がないな、ちょっとな。うん。うん、ニコ生かそってるから。ニコ生ちょっと元気ないね今ね。クルーズ2回来ちゃう。うん。広告ありがとう。広告、広告。じいじ、あ、俺のじいちゃん国会議員だから。そっか。うん。あ、まずのりこって出た。うん。ニコ生オワコン。うん。ここに玉を置くっつって、ねみな。なんでニコ生ってニコ生っぽいんだろう。うん。まあ俺のじいちゃんが国会議員だったの有名な話だから知ってるから、みんなリスナーだったら。みんな知ってるよ。あ、またのりこって出た。うん。なんかかんとか。コメントが早くてなかなか読めない。ねえ、コメント流れるの早いね。
肩書きに弱いんじゃない？事実を言ってるだけだよ、俺は。肩書きに弱いってなんだよ。じいちゃんが国会議員やってたって話でしょ。広告ありがとう。祖父もってだからじいちゃんが国会議員だってずっと言ってんじゃん。答えてるでしょ。なんで嘘つきな なんで嘘つきな。広告ありがとう。包括。そうだね、ニコ生帰ってきてたね。妄想でも何でも好きに言えばいいじゃん。実際事実なんだから。特売って何？またニコ生を盛り上げてくれ。ま、若手に任せるよ、そういうのは。若手に任せる。すごいでしょ、コボチン。何が激おこな。何が激おこな。若いやつが盛り上げてくんだよ、若手が。若手に任せるよ、そういうのは。俺はマイペースにやるから。ここがありがとう。あ、甲骨すごい、甲骨。コメントが早くて読めない。ちくらんのサーバー落ちた。俺のせいかな。ちくらんが見えない。サーバー落ちたかも。またバグったいや、俺のせいでサーバー落ちたかもしんないよ。か。ちくらんのサーバー落ちた。心霊動画あるよ。
見たい人は YouTube 見てください。のりこを見たい人は YouTube を見てください。あ、復活したわ。ちくらん8位か、すごい。うん、まあまあだね。京一郎が5位、よっさんが1位か。ついに俺もよっさんと肩を並べるようになったか。京一郎とよっさんと肩を並べるか。安心霊動画、うん、よく怒るんだよ俺の配信、心霊配信。タフになるでしょう、打たれ強くなるでしょう。だからニコ生の生主は強いよな、やっぱりな。うん、うん、ニコ生は強いよ。ちょっと面白いじゃねえかよそれ。え、なになに。え、台本はよ。スクラン8位ありがとう。俺フットサル呼ばれてないから。次のフットサル俺出ないよ。そうそう、横山みどりとか有名だよ。みどりさん有名、暗黒放送。今じゃねえ、みどりさんより稼いでるからね。捨て頃はエントリーしたよ。うん、捨て頃はエントリーした。フットサルは広告ありがとう。キャスの人がやるんじゃない。フットサルは、フットサルはキャスだろうね。ミュウツーに色仕掛けしてる。パフェありがとう。捨て頃頑張るよ。今月から来月か、来月からジムも通うから見ててください。ありがとうねパフェ。次は絶対勝つからよろしく。みんなで応援して。ありがとう。今減量中、俺。減量中。いや、来月から通うよ。まあ俺は捨て頃のレギュラーだと思ってるからさ。俺がいないと捨て頃は始まんないから。頑張るよ。おはよう、てんてきてん。
そうだね。風船ありがとう。遅刻するのは嫌で、おえ、起きたい時に起きるからさ、起きたい時に起きる、寝たい時に寝る。捨て頃は年末に、正式なメンバー発表だね。どうなんだろうね。何割ぐらい選ばれるんだろう。それはちょっとわかんないけど。決めるのは便所さんだから。でもまあ、なんだろう。まあね、やっぱりそのネームバリュー的に言ったら俺は外せないんじゃないか。な、どうなんだろう。ネームバリュー的には外せないでしょ。やっぱ俺を見にチケット買いたいっていうのあるんだもん。俺を生で見たいリスナーさんいっぱいいると思うよ。もう寝ろよ。ああ、金梅さん、いや、とんでもないです。別にキラキラしてるわけじゃない、事実を言ってるだけだって。あ、町会議とか俺興味ないから。理想は叶えるもんだと思うけど、俺は。理想とか夢みたいなものは叶えるもんだと思ってるけど。夢は逃げない。逃げるのは自分だよ。お、のりこって出た。のんちゃん何回も警察に行きました。
そうだね、鮫島さんには可愛がってもらってるね。警察沙汰になって、お兄ちゃんと弟が迎えに来ました。いや、俺は誰とも勝負してないから。俺の敵は俺だよ。俺は平和主義者だから。はい、ワード2。俺の敵は俺だよ。俺のライバルは俺だよ。自分から逃げてない。誰とも争うつもりないよ。やりたい仕事でご飯食べれたらそれだけでももう幸せですよね。あとはその上を目指して頑張れるかどうかだけ。そうだね。うん。やっぱり今、プロとして、プロの配信家として、こう、ね、今年からスタートラインに立てたから。あ、だるまさんいらっしゃい。和道さん好きって鮫島さんが言ってましたね。あ、ありがとうございます。で、なんつうんだろう。上を見るわけでもなく、下を見るわけでもなく、やっぱり前を向いていこうと思ってますね。コミさんがありがとうございます。コミさん、ありがとう。やっぱりやりたいことやってる人になりたいですね。いつまで経っても。いつまで経っても、そのプロとして前向いていきたいですね。うん。もともとリスナーさんのんちゃんは。あ、黒猫ありがとう、おはよう。黒猫ありがとうね、特命さん。そうだね。うん。俺は恵まれてると思うね。広告ありがとキスされません。のんちゃんは起訴されません。ペロペロキャンディー10個ありがとう。ありがとう。俺は金のために配信やってるわけじゃないから勘違いしないで。俺は金金してるやつ大嫌いだから。金よりも大事なもんあんだろ。ペロペロキャンディーありがとうございペまロペす。ロキャンディーありがとう。スロットもパチンコもやるよ。はい、ワード2。俺は金金してるやつ大嫌いだから。なんで車の免許取らないの？俺が免許を取るんじゃなくて、免許が俺を取りに来てほしい。ペロペロ。おはよう、ベロベロキャンディーありがとう、特命さん。ペロペロキャンディーありがとう。闇将軍の引退について一言コメントください。あ、彼はね、優秀な政治家になると思ってるんで、もし選挙の応援運動とか、力になれることがあったら声かけてください。僕はいつでも愛媛に飛んでいこうと思ってます。
のんちゃん。詐欺師って連投しないでください。コメントが読みづらいんで詐欺師連投やめてください。のんちゃんのんちゃん、バキみたいな声出すな。のんちゃん、ニコ生好きだね。うん。うん。浅井さん、喧嘩してからもう来ないね。浅井は絶好した。昨日来てたよ、わざわざーって。来てた。うん。うん、でも寝てたから。うん。のんちゃん、プレミアム8年目のスタンプもらった。8年目なの？プレミアムね。へぇ。継続プレミアム8年目。すごいね。どんどん人が離れてく。離れてってないじゃん。なんで俺がミュウツーに謝んの。ミュウツーファッキュー。引きこもり10年目。あ、もうちょっとかな。石の、いや全然石のからコラボの依頼来たら全然やるよ。全然やる。のんちゃん食わせてんの俺だから間違えないでください。のんちゃんに食費払ってんの俺だから。そうでー、障害者年金はもらってません。シトロいらっしゃい。なんでふわっち引退すんの。引退とかないけど別に。わあ安いもんじゃねえよお前、ふざけんなよ。炒めしおごったりとか。イタリアンだぞ。アメリカンとか。アメリカンとあと高級和食。そう高級和食。うん、めちゃめちゃ食わせてるわ。ミラノフードリア。やめろ。イタリアンだ。あとピザだ。やめろ。知らねえよどこ行ったか。イタリアンだぞ。あれあれ連れてったな。4000円のステーキ。なんだっけ。シズラ。シズラ連れてた。シズラ行った。シズラ。シズラ以外言わないで。うん。シズラ連れてったからこの前。ノリカ気持ち悪いぞ。仲いいよ。亀尾いらっしゃい。ニコ生やべ。いやシズラ連れてってっから。シズラ知らねえな。おめえら知らねえな。のりこにはうまい飯食わせてるから。そうだ、お前らシズラ知らないんだ、うん、おつばちゃんに吉ガイドが勝った。ん、つばちゃんより吉ガイドが勝った。ん、今書いちゃった。気持ち悪くない、うん、
解放抱かねえわ。金なんか搾取してねえよ。しずら今ググってきただろお前ら。もう知らなかったくせに。しずらの一番高いステーキ食わせてやったからな。なあのんちゃん。そうだよ、4000円だぞ。4000円のステーキだ。4000円のステーキ食ったことあんのかよ。ありがとうございます。肉めっちゃうまいよ、うん、壊れねえよ。俺のハンガーは壊れねえ。のりこ食いました。毎日のりこ食います。いやマジでパチンコ屋が起きよ。あー最近牛肉にハマってるね。最近牛肉にハマってる。でもあれ美味しいんだけど。ステーキラスト。ステーキラスト美味しいんだけど。なんで牛肉に謝んの？謝んないのって何？ちょっとよくわかんないんだけど。のんちゃんしか相性はよくありません。順調は星になりました。アンチ多いから、ちょっとギター弾くわ、うん、一瞬で消してやる、こいつら。Thank you.
暑くない暖房切ろうのんちゃん。うん。いや、棒読みとかないから。棒読みとか入れません。米べも入れてません。首つらないっすね。のんちゃん、ボルビックちょうだい。喉乾いた。ボルビック。ありがとう。頭きた、歌おう。頭きたわ。何聞きたいか。はい、リクエストタイム。何聞きたい。スピッツ。スピッツ歌う？スピッツの何がいい？ロビンソンがいいの？
めて。新しい季節はなぜか切ない日々で、河原の道を自転車で走る君を追いかけた。思い出のレコードと大げさなエピソードを、疲れた肩にぶら下げて、しかめ面まぶしそうに。同じセリフ同じ時、思わず口にするようなありふれたこの魔法で作り上げたよ。誰も触れない二人だけの国、君の手を離さぬように。大きな力で空に浮かべたら、ルーレラ宇宙の風に乗る。ラップ？ラップの気分じゃねえな。ラップの気分じゃねえわ、ちょっと。した日はママの顔さえも見えなかった。ポケットのコイン集めて、一つずつ夢を数えたね。ほらあれは二人の隠れ家、秘密のメモリーをどこで壊れたの。フレンズうつむく日は見つめ合って、指を繋いだら Oh friend 時が止まる気がした。青いベンチわかんねえな、青いベンチわかんねえな。わーわー言っとります。わーわー言うとるね。最後の曲です、聴いてください。悲しいことがあると
開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街で見かけた時、何も言えなかった。卒業写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて行く私を、あなたは時々遠くで叱って、なんで歌っても閲覧減らねえんだよ。コミさんありがとうございます。赤いスイートピー聞きたい。赤いスイートピーアンコール。いいよ、リクエストがあったら歌うよ。アンコール、オッケー。赤いスイートピー、じゃあリクエストあったから歌おうか。やったん、赤いスイートピーだ。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎても、あなたってでも握らない。 I will follow you、 あなたについて行きたい。 I will follow you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。4月の雨に降られて駅の
ベンチで二人、他に人影もなくて不意に気まずくなる。なぜあなたが時計をちらっと見るたびに泣きそうな気分になるの。 I will follow you、 あなた翼の生えたブーツで。 I will follow you、 あなたと同じ青春走って行きたいの。線路の脇のつぼみは赤いスイートピースキーを、今日まで会った誰より。 I will follow you、 あなたと追いかざす気、このまま帰らない、心に春が来た日は赤いスイートピありがとう。よし、ありがとう、風船ありがとう。パチパチありがとう。パチパチありがとう。うん、風船ありがとう。予算からいらっしゃい。予算からいらっしゃい。フォローありがとう。パチパチいっぱいありがとう。ありがとう。
前髪うずえ。いやまあ大手っちゃ大手だけど、ふわっちに行ってからじゃん、俺が大手になったのって。はい、ワード2、おはよう。いや、俺が言ってるわけじゃなくて、周りがそう言ってるわけだから。俺が別に自称大手だとは思ってないよ。だから周りが俺のこと大手扱いするんだよ。いや、周りが言ってるだけだから。ワード大手って。はいはい、LINE 追加了解。放送中だったら、悩み相談とか、俺に言いたいこととか、全然伝達かけていいから。うん。LINE、全然公開してるんで、いつでも凸かけてきてください。悩み相談、恋愛相談、ダイエットのやり方、会社経営のコンサル、配信で大手になり方、何でも答えてます。はい。どんな悩みでも、全然 OK ですよ。イコのまあそうだね。うん、たまにやってる。のんちゃん、ボルビックおかわり。おはよう、カルン。花火ありがとう。花火ありがとうね、カルン。捨て頃の時はね、短髪だったね。今よりも短かったね。うん。今よりも前髪が短かった。ボルビック。ありがとう。おはよう、ヒーセー。おはよう。
生起き出した。ニコ生に朝が来た。パイナップルさんお疲れ様。台風また来んの？ええー。まあ、台風嫌いじゃないけどね。台風全然嫌いじゃないよ。俺台風好きだよ。電話かけておいで。LINE。メール相談は受け付けてないわ。電話かけておいで。電話かけておいで。相談は放送中の電話だけ。恋愛相談、仕事関係、要は職場の人間関係、それからいじめとか、あとは、まあ、会社経営のコンサル、まあ、配信で大手になり方とか、そういう悩み相談は電話。あ、いいよいいよ、全然気にしなくていいよ。メールではごめん、やってないですね。俺に何か聞いてもらいたい人は放送中に。もしもし。もしもし？ちょっと待ってね。もしもああ、音し。回っちゃうのか。もしもし。ちょっと待ってね。もしもああ、音し。回っちゃうのか。ああ、もしもどうし。しよう、機材。聞こえます。はい。はい。ごめんなさい。なんか迷惑かかっあ、ちゃっいいた。よいいよ。これ聞こえるかな？聞こえます。聞こえる？オッケーオッケー。はい。どうしたの？今、彼氏が絶賛寝てるんで、誰が寝てる？彼氏が絶賛寝てるんで、あ、彼氏が寝てるの？ので、ちょっとあんま大声で言えないんですけど、あ、いいよいいよ。入院が決まってるんですけど、誰の入院が決まってるの？私の入院が決まってて、で、その入院日が決まらないんですよ。で、もう1週間ぐらい経ってて、で、彼氏も昼の仕事と夜の仕事としてて、で、忙しいんですよね。で、新しい仕事が入ってて、で、それを早く進めたいのに、私の入院日が決まらないから、なんかすごいイライラしてて、お前の入院日が決まらないから、こっちが迷惑してるみたいなことを言われて、で、もうすごいショックだったから、薬も飲んでなくて、統合失調症だから薬も処方もらってるんですけど、薬も飲んでなかったから、もうガーンってもう心のダメージが来て泣いて、で、慌ててごめんね、ごめんねって言ってくれて、その後もごめんねって言ってくれたけど、心に傷ができて、もうなんか友達とかに話を聞いてもらっても、なんか、すっきりしないっていうか、もう入院日が決まらないから、もう、わーっていう感じで、もうなってて。なってんだ。
辛いんですよね。辛いね、それはね。はい。もうそれはどれくらいなの？もうどれくらい、どれくらい？その、入院がですか？そう、どれくらい？入院は大体1ヶ月です。入院1ヶ月ぐらいか。はい。どれくらい悩んでるで、の？私が8月の20、あ、じゃあ、7月の26日に退院してるんですよね。で、その病院が3ヶ月、開かないと同じ病棟に入院できないシステムなんですよ。で、そこに入院できる日が26日以降だから、申請を出しても土日を噛んで、また月曜日とか来週にずれ込むわけですよ。それで、それに彼氏がイライラしてて、ちょっと困ってます。なるほどね。彼氏がイライラしてんだ。イライラしてます。もうめっちゃなんか。彼氏はもう長いの？長いです。4年かな？ 4 年ぐらい付き合ってるんだ。はい。彼氏のこと好き？好きですね。どういうところが好き？なんか、すごく優しくて、でも厳しいことも言うし、八つ当たりもしてくるから、たまにイラってするけど、でも基本的に優しいから、どんな感じで優しいなと思うの？どういう時に。なんか私がもう統合失調症で具合が悪くて、掃除とかできなかったりしたら、掃除してくれたり、ご飯も作れ、あの、もうご飯作るのにも1時間とか2時間とかかかっちゃうんですよ。もう私。それで、料理は作らないし、洗濯とかも回す、気分っていうか、調子がいいときは、私が洗濯機回して、干してとかもするし、そういうときにありがとうって言ってくれたり、なんか、こう、買い物を、お金を自分がこう出して、相手が買ってきてくれたり、なんか、頼んでないのに、なんかいろいろ買ってきてくれたりするところがすごく優いい彼氏しいだね。なって。はい。何、出会いは何、学校とかで出会ったの？彼氏さんと。あ、年が結構離れてるんですけど、若いの？彼氏。いや、もう、ちょっと放送では言えないな。放送では言えないのは大丈夫だよ、言わなくて。それは言わないけど、年が結構上なんですよ。彼氏さんが結構上なんだ。はい。いいと思うよ、年の差カップルは。で、なんか、まあ、相性がいいんですよね、いろいろと。例えばどういう、例えば相性いい。気が合うところも気が合うし、夜の、あれは 恥ずかしいけど、何？あ夜？て、夜の営みも合ってるし、合ってるんだ。そうですね。あと、合ってんじゃそうないうよ。せ、あの、なんか、一緒にいて居心地がいいから、なんか、歴代彼氏の中で一番居心地がいいから、でもたまにやつ当たりさえいいけど、でも、なんか、それは、なんか DV とかもされたことあったから、それよりはマシだから、なんとか4年持てますね。そっかそっか。いいね。いい彼氏と出会ったね。出会いました。ね、結婚は考えてるの？考えてるんですけど、
彼氏の仕事が安定してなくって、安定してないの？仕事、自営業とか？に近い感じですね。なんかは、差し支えなければどんなご職業の業種は？業種は、何でも屋みたいな感じと、あと、代行やってて、代行、運転代行？はい、ほ二種免持ってるから、うほうほう。代行する側なんですよね。代行する側なんだ。される側じゃないんだ。あ、はい。代行する側で。で、夜も、もう4時とか5時まで続いたりするから、もう、疲れて帰ってきてるから、で、10時とかに起きちゃうから、もういつも寝不足で、ちょっとイライラしてる時がすごくあって、なるほど。まあ、それは仕事と、あと、ちょっといろいろ体痛めてるから、寝れないのもあって、困ってて、彼氏でも彼氏なりにいろいろ悩んでるから、あれなんですけど、入院するぐらい落ち込んでるのにもかかわらず、入院日が決まらないから迷惑だっていう追い込みをかけてくるので、それに困っててどうしようってなってます。でも入院日お医者さん相談してるんでしょ？ お医者さんと希望してるんですけど、あ、希望じゃない、相談してるんですけど、もう、まだ、女の人の町が3人いて、私も入れて4人いて、で、土日が退院が多いらしいんですよね。で、土日あげないと結果がわかんないし、もう11月に入ってから入院になるかもしれないから、そこが不安だって言って、何？どこ行ってくんの？タバコ？おい。ごめんね。決まらないので、もう大変だね。大変です。そそっか。それはね、俺、結論から言うんだけど、入院日を早く決めた方がいいと思うよ。そうですよね。入院日が決まると全部解決するから。入院日を決めるといいと思わかりました。う。頑張ってね。ありがとう。頑張ります。ありがとうございました。よかった、問題解決して。ありがとう。い、ありがとうございます。失礼します。失礼します。よかった、悩み解決して。音聞こえてる？テイスです。聞こえますか？聞こえてる？ありがとう。問題ない？ありがとう。まあね、やっぱり悩みを持ってると辛いからね。悩みは解決していってあげたいですね。タマちゃんありがとうね。風船ありがとう。入院日ね。早く決まるといいね、タマちゃんね。
お帰り。ね、可愛い声だったよね。もしね、悩みとかある人はいつでも、トツかけてきてください。全然受け答えしますんで。夜回り先生に似てる。まあ、そういうところあるよ。本人さん、そういうところありますね、僕は。用事しながら聞いてました。たまちゃんうまくいきますように。まずね、悩み相談全般に言えることだけど、もう根本的なことになっちゃうけど、悩まないことが大事だと思うよ。悩まないこと。悩まなければ悩みは生まれないから。のんちゃん、ゴミ出す？オッケー。ビニール袋あったんだ。ビニール袋1個ちょうだい。小さいやつがいいな。ありがとう。俺が稼ぐのが嫌だったら俺の放送を見なきゃいいんだよ。違うか？別に見たい人が見てコメント打ちたい人が普通に打てばいいんだよ。
これもお願いし。ありがとう。俺はニコ生にいるファンも大事にしていきたいと思ってるよ、本人さん。ニコ生にいるファンもふわっちのファンも全員大事にして愛していきたいと思ってる。ファンに支えられてるわけだから。ファンビジネスだからね。ルシさんお疲れっす。あ、お金のためにやってるわけじゃないから俺は、うん、俺はお金のためにやってるわけじゃないから。風船ありがとう。アンチありきってとこもない。俺がそうなんだけど、アンチを和道さんが言いますかすこととか見てみたいし、面白いし。アンチが俺を言いまかしたことは一回もないね、ゲイリーさん。うん。ないです。あ、金梅さん仮釈放聞いたよ。うん。聞いた。おめでとうございます。あ、アンチを俺が言いまかすことを見てて楽しいってこと？いや、まあ、なんだろう。なるほどね、うん、なるほど、そういうのもあんのか。広告ありがとう。2300円広告ありがとう。時給いくらか、まあ金じゃないから、うん、お金のためにやってるわけじゃないから配信は、うん、いくらでもいいんだよ、うん、いくらでもいいん。俺は金が全てだっていう考え方は間違ってると思うから。金よりも大事なものいっぱいある。むしろ本当に欲しいものはお金じゃ買えないよね、うん、本当に欲しいものは俺はお金で売ってないから。俺が欲しいものは、うん、あー、そこが一つの魅力か、うん、すごい、うん、ありがとう。俺はあのお金じゃなくて富を得ようと思ってるから。金に魂売るやつはろくでもない。いや、米さばきとか別に意識してるわけじゃないよ、ゲイリー。俺はそのあんまりその配信者してるのはくだらないと思ってて、俺はその一人の人間として思ったことを言うっていう、うん、おはよう知らんけどアイテムありがとう。俺は一人の人間として
思ったこと、感じたこととかを素直に表現していきたいだけだと思う。思ったことをそのまま伝えるのが、やっぱりファンに対する礼儀だと思ってる。嘘はバレる。嘘をついても意味がない。やっぱり自分の発言には、気をつけてるよね。嘘はいずれバレる。ありのままの自分で勝負しようっていう。和道そのもので。そのまま勝負していこうっていう。まっすぐね。俺は、リスナーに嘘をついたことは一回もない。言葉には気をつけてますよ。やっぱり言葉は武器なんで。プロとしてやっぱり言葉で食ってってるんで、飯を。プロボクサーが路上で人殴ったら、ね、ダメでしょ？空手家もそうだよ。俺は言葉でね、飯を食ってるわけだから。俺の一つ一つの言葉は、ね、やっぱりその鋭利な刃物と一緒だと思ってる。気をつけてます。いや、当たり前のことだと思うよ、プロだったら。自分を売り込むって難しいですよね。作るとか、いつか壊れるし。でもご飯食べるためにある程度の営業っていうのかな、そういうのも必要だし、バランス感覚が大切だと思う。俺はね、自分のことね、ビジネスマンだと思ってないの。会社経営もずっとやってきたんだけど、ビジネスマン的ではないなって自分で思って。で、俺はアーティストだなって思って。どちらかっていうと、表現者に近いっていうか、クリエイターにの方が、気質として向いてるなと思って。で、その27の時にジョブチェンジしたんだよね。なんかこう、表現者っていうのが一番近いと思う。経営は向いてなかったね。だからまあ表現者は、まあ表現するだけっていうか、
俺はだから配信家って名乗ってるけど、実は肩書きは何でもよくて。まあね、映像クリエイターっていうのもしっくりくるし。メガホンありがとう。まあまあ、肩書きは周りがつけるものだから。俺のこと先生っていう人もいれば、大手っていう人もいれば、何でもいい。職人気質っていうか、まあまあまあ、クリエイターとかアーティストとか。和道さんは言いたいことを人に伝える能力はすごいわ。だから配信合うんだろうけどな。もともとね、喋りで食ってこうと思ったの。喋りが好きだったから。何でもよかったんだよね。喋りで食っていければ。まあ、テレビでもラジオでも、まあ、言論ってやつだよね。言論で食っていきたいと思ったから。俺は、やりたいことを仕事にできて幸せだなと思ってますよ。そうだね。やっぱり自然体が一番いいよ。作ってもダメ。ありのままぶつかっていくっていうか。おはよう。アイテムありがとう。フォローありがとう。髪型はこだわりありますね。愛はごつ。髪型はこだわってますね。やっぱり、表現の一つだと思ってるんで。僕の職業は、そうだな。一言で言うと、自分かな。自分を極めようと思ってます。いや、金のためにやってるわけじゃないんで、配信は。はい。
僕のライフスタイルなんだよ。なんとかの流儀みたいな放送ですね。あ、いや、まあ、意識はしてないですけど、やっぱり、ちょっとドキュメンタリーっぽいよねっていうのはよく言われますね。僕は質問の内容を選びますよ。一流のコメントしか読みません。一流のコメントを読んで初めて一流の配信者になれると思ってるんで。ヒゲ男子のイケメン、広末涼子激似だし完璧ですね。そうですね。Google で、イケメンってカタカナでイケメン。で、スペース開けてヒゲ男子って検索すると僕の画像が出てきます。イケメン、カタカナでイケメン、スペース、ヒゲ男子。漢字でヒゲと男子でヒゲ男子って。そうするとジョニー・デップの横に僕が出てくるんで、もしよかったら Google で検索してください。私は自分の技術を売る仕事なんですが、技術が本当にあるかより、商売がうまいかで有名になってる人が多くて。でも私は商売人にはなれないので、またジレンマです。マイペースに行くしかないですね。技術者は、まあそうであってほしいですね。やっぱり、それは、ね、ウォズニアックと、ね、ジョブズの関係がまさにそうだと思ってて。でもやっぱり本当に分かってる人はウォズニアックがいなかったらアップルが生まれなかったっていうのはよく分かってるはずなんで、分かる人には分かると思いますよ。なぜ赤と黒だけなんですか？まあ自分の表現方法の一つですね。やっぱりキャラクターを作り込むっていうのはすごい大事なことだと思ったんで。わからない人には永遠にわかんないですね。その通りですね。まあ、分かる人に分かれば僕は嬉しいと思ってるんで、伝わる人には伝わると思ってますね。そうですね。スティーブン・ジョブズの功績っていうのは僕は忘れないですね。僕の中にジョブズは生きてます。ジョブズは僕の親友です。
ちょっとお花摘みに行ってくるわ。ただいま。前髪薄い。ビル・ゲイツはクリエイターではないよね。彼はビジネスマンだと思う。コブチン、パフェありがとう。彼はね、クリエイターではないっていうか、ビジネスマン寄りだと思う。はい、タイマー。働いてますよ、僕は。働いてますよ。ああ、嘘、死んじゃったの？横井さん亡くなったの？マジで？うわー、残念だねー。マジかよ。いや、知らなかったわ。天才だからね。あ、マジか。残念だなー。マジか。あ、そうだったんだ。横井さんは間違いなくね、日本が誇る天才クリエイターだったよね。あ、そうだったんだ。残念だね。あ、僕は天才好きですね。はい。僕は天才大好きですよ。
俺は小学6年生の時にトーマス・エジソンの電気を読んで、こいつだって思いました。やっぱり天才と天才は惹かれ合うんだなって思いましたね。天才と天才はこうつながってるっていうか、運命というか。僕は彼からチャレンジ精神を学んだというか。やっぱりそのトライトライトライアンドエラー、スクラップ&ビルド。創造と破壊。ビビッときましたね。特に小学校行かなかったっていうエピソードは感動しましたね。小学校を放棄するっていう。僕はだからエジソンが言ってること分かりますよ。1たす1は1だって言った。エジソンの発想力。それは、僕の中にも感じましたね。99%を努力と1%の霊感だっていう。まあ天才っていうのは何かが欠けてるんですよ。完璧な人間っていうのはいないんですよ。完璧な人間はいない。能力が偏ってるだけだから。なんでニコ生やってるの？ニコ生のファンに会いたくなったんですよ。もしかしたら俺のこと待ってる人がいるんじゃねえかっていうことに気づいて。時間、そろそろタイミングかなっていう。今が帰るタイミングなのかなっていう。そういう感じですね。田中角栄も中卒。まあ、小卒ですよね、今で言う。僕は学歴は関係ないと思ってますね。学歴は全く関係ないと思ってます。いや、お金じゃないんで。お金で放送をやってるわけではないんで、僕は。セゴロツーンのマッチメイクは、便所太郎さん決めるんで、まだ僕はエントリーしただけで、決定ではないんで、もし僕のことをステゴロの会場で見に来てくれる人は、チケットを買ってください。新木場ファーストリング会場で会いましょう。おはよう、アメリカ人。おはよう。はい、おはよう。
みんなおはよう。ラグすごい。じゃあ5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6。6秒だね。7、8、9、10。6秒。11。うん、大丈夫。ラグってない。ラグってないね。大丈夫です。みんなありがとう。大丈夫です。ラグってないよ。ラグってる人は更新してください。工作員はいません。僕の放送にノンフィクションです。ノンフィクションですね。花火は自演じゃないですよ。花火は自演じゃないです。僕のファンからいただいてる、本当お気持ちをいただいてるんで。仕事してますよ。おはよう。金八さん喜んでた？あ、ありがとう。よかったです。喜んでもらえて。よかったよかった。いや、コメントは自由に書いていいですよ。コメントは自由に書いていいですよ。全部受け止めるんで。すべてのコメント読んでます。安心してください。全然好きなこと書いていいですよ。花火ありがとう。ありがとうね。花火ありがとう。外で働いたことありますよ。正社員が2回。アルバイトは、60個経験してますね。正社員が2回と、アルバイトは60個やってます。まあ、中学3年生の頃から、もうアルバイトやってたんで、アルバイトは得意ですね。
いや、今、ダイエット中でだいぶ痩せたんだよ。75キロだったんだけど、今、ダイエット10日目ですごい痩せた。みんな痩せた痩せたって言ってる。今、減量中なんだよね。ああ、懐かしいね、アニメっぽくなるやつね。そうですね、年末までに65キロにやろうと思ってます。今年の末までに65。やっぱりその格闘家として、体重を落とすのも仕事かなと思ってて。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローして。和道さんかっこいい。ありがとう。俺も Google でイケメンって検索したら俺の画像が出てきた時びっくりしたよ。このヘッドホン意味あるよ。前にギターを弾いてる時にちらっとお見かけしました。あ、今プロ目指してるんですよ。30過ぎてなんか新しいことにトライしたいと思ってて、今プロのミュージシャン目指してます。もしよかったら応援してください。フォローありがとう。はい、ワード2、ペコちゃんいらっしゃい。またギター聴きたい。オッケー。どんな系がいい？どんな系がいい？翼。これはね、自分の声聞いてるの。どんな系がいい？おはよう、しんさん。マイクチェック、ワンツー、ハハ、チェックチェック、マイクチェック。今日はグッドモーニング、トゥモローイエスタデイ、今日もグッドモーニング。毎日が Every day、 おはよう、 Good morning、
tomorrow, yesterday. ありがとう。ありがとう。拍手ありがとう。パチパチありがとう。よしピコいらっしゃい。チューニングはバッチリだよ。うん。チューニングはバッチリ。前にトラスロットいじってましたが治りました。僕ね、専門用語使う人あんまり好きじゃないんですよ。もっと本音で会話しましょう。ふわっちからいらっしゃい。それを直すネジ治りましたね。はい、治りました。私は和道さん応援してるからね。ありがとう。どうやって直すの？ネジはね、緩めたり締めたり、緩めたり締めたり、うん、2時間ぐらいしてたかな。緩めたり締めたり。フォローありがとう。コメントすごいですね。僕はふかさないですよ。まあ、初めてのチューも人気だしね。まあ、何でも歌いますよ。もっとビッグになってください。ありがとう。また聞きたい。ああ、全然全然。サマーソニックで会おうって妹に言っといて。わかんない何人ぐらい見てんのか。コメビューも何もつけてないから。オコじゃないよ、全然。
風邪ひいててさ。寝てるっつうかね、24時間ぐらい寝ちゃって、2日連続。ちょっと体調悪かったんだよね、風邪ひいてて。ゼップのワンマン。2000人ぐらいかな、集客。まあ、俺がゼップでやるときは、じゃあ、ヨシビコの妹と、楽屋招待するって言っといて。ケジェルはどつ？寝すぎかな、ちょっと疲れてんだよね。今度のセコンドは鮫島さんにお願いしたいなと思ってるけど。路上ライブはダメ。パニックになる。会場ちゃんと抑えないと。おはよう、アリスさん。そうだね。ああ、もう3時間もやってんのか。時間が経つの早いね。早いな。じゃあ、そろそろお別れの時間にしようか。ごめんね、みんな、ファンのみんな。じゃあ、最後の曲でお別れです。じゃあみんな一緒に最後盛り上がろう。What's your name? What's your name? お前の名前は何？ What's your name? What's your name? My name is Wado。ニコ生で配信を始めました。配信歴はもう5年目。俺は花火で飯を食っている。そう、プロ配信。What's your name? What's your name? My name is Wado. What's your name?
What's your name? My name is Wado. What's your name? What's your name? My name is Wado. お疲れ。また会いましょう。あ、聞こえます？聞こえる？あ。見える？はい、どうも、お疲れ様でーす。こっちは続けます。聞こえた？映像と音声問題ないですか？おはようみんな、ワザツー、お疲れ様です。花火ありがとう。 OK、 ありがとう、問題ない、ありがとう。おはよう、アメちゃん、おはよう。よかった、こっちは乾燥します。フォローありがとう。フォローありがとう。アンコール？いいや、大丈夫だよ。ドルさん、もう終わったの放送。今誰やってんだろう。おはようございます、水さん、おはよう、おはようございます。終わった。あ、だから閲覧ちょっと多いのか。おはよう、まさみが和道くんの歌で感動してずっと歌ってる。まさみって誰？サーバルさん、まさみって誰？誰だろう、まさみって。配信者？おはよう。フォローありがとう。
ニコ生は体力消耗すんな、本当に。おはよう、ペコペコランド。アイテムありがとう。ペロペロキャンディーありがとう。ありがとう。ニコ生怖いので公式しか見ません。ふわっちもやってるから。黒猫プレゼントありがとう。おはよう。おはよう。ペロペロキャンティーありがとう。アイテムありがとうね。なんかピピピピって鳴ってる？何が鳴ってんの？わかんない。誰かんちの目覚ましじゃない？かな。なんか鳴ってるよね。なんだろう。アイテムありがとう。疲れてるというかね、風邪ひいたっぽくて体調悪いね、若干。キャンディーありがとう。アイテムありがとうね。アイテムラッシュありがとう。24時間寝ちゃったもんな。ちょっと寝すぎだよね。風船ジョックありがとう。アイテムありがとう。8時か、早いな。アイテムありがとう、たくさん。コスプレ？コスプレ。コスプレ持ってないもんな。ホキさんかありがとう。コスプレはしないかな、俺は。コスプレってだって服とか買わないといけないでしょ。ホキラッシュありがとう。ありがとうね、たくさんアイテム。
すごいたくさんありがとう、匿名さん。ペロペロキャンディーありがとう。アイテムありがとう。アイテムありがとう。すごい、アイテム止まらないね。ありがとう、たくさん。アイテムありがとう。たくさんありがとう。銀玉の銀さんが似合う。あー、銀玉ね。銀玉神楽可愛くない？神楽大好き。アイテムありがとう。すごい、アイテムが止まらない。たくさんありがとう。おお、すごい。ほうき5個ありがとう。すごい、お金持ちだね。ありがとうね、こんなにたくさん限定アイテム。嬉しいな。ありがとう。どうしたんだろう、急に。アイテム師の人が来てくれたのかな？どっかから来てくれたんだろうね。すごいね。嬉しいね。応援してくれてこんなに。銀玉お通か。俺、神楽が好きだわ。典型的な中国人キャラ。なんとかあるよって あれ、あるよって言い始めた中国人キャラクターって何が始まりなんだろう。最初にあるよって使ったの誰なんだろうね。俺、あるよっていうこと、語尾にあるよってつける中国人を見たことがない。どっから来たんだろうね、あれ。俺、コスプレするんならあれだな。スラムダンクで言ったらルカワ。ハンターハンターで言ったらキルア。ドラゴンボールで言ったらトランクスじゃん。どちらかっていうと。ラーメンマンが一番最初かな。確かに、筋肉マンのラーメンマンあるよって言ってるもんね。ラーメンマン起源説合ってるかもしれないな。トランクスかな、コスプレするとしたら。おお、すごい、ベロベロキャンディー10個もありがとう。ありがとうね。ここにカプセルコーポレーションのマークつけて、C って。おお、黒猫もありがとう。たくさんありがとう。すごいね。匿名さんがずっと投げ続けてくれてるよ。すごくない？この人。やば。ありがとう、こんなにたくさん。何者なんだろうね。ああ、ありがとうございます。おお、黒猫さん、こありがとう。すごいね。ずーっと投げてくれてるよ。ほうきプレゼントありがとう。すごいよ、これ。限定アイテム高いのに。ありがとうね。嬉しいよ。某テーマパークで中国人の日本語ペラペラの人がいたんですが、あるよとは言ってなかったです。あるよって聞いたことないよ。誰がつけ始めたんだろう。あ、すごい。みんな、ニュースです。ヒゲ男子に速報です。皆さんおなじみの Google でヒゲ男子の速報です、皆さん。ああ、間違えた。皆さんちょっとね、 Google 検索、ヒゲ男子が今すごいことになってるじゃないですか。まあ、ヒゲ男子、イケメンヒゲ男子で検索するとこういう風に和道の絵がいっぱい出てくるんだけど、すごいことになってますよ。これはすごい。最新情報をお届けします。いきますよ。
なんとですね、ヒゲ男子、イケメンヒゲ男子で検索すると、イケメンヒゲ男子で Google 検索すると、ね、和道が1個、2個、3個、そして4個目が入りました。1、2、3、4。ヒゲ男子が増えました。多分みんなが検索して SEO もさらにかかったんだよね。1個、2個、3個、4個。そして朗報です。なんでか知んないけど、ここにドレさんがランクインしました。便乗でドレさんがハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグで俺の真似して、ヒゲ男子をパクったんですけど、なんとドレさんがランクインしました。乗っかってきた人。なんとドレさんも入ってきましたね、うん、ドレさんもこの流れに乗っかってきましたね、はい、朗報ですよ。おめでとうヒゲ男子の仲間入り。ブームに乗っかってるね。ブームに。はい、リュウホーデスマス、いらっしゃい。ワードツー、お疲れっす。すごいな、ふわっちヒゲ男子の流れがすごいいっぱい来てるね。おはよう夫婦マン、お疲れ。ふわっち元祖ヒゲ男子、そうだね、 Google に認められた男としてヒゲは絶やさず育んでいこうと思いますね。世界のヒゲ男子だからね。そろそろふわっちも終わりにしようかな。ちょっと風邪っぴきなんで、お疲れ様ですね。またね、一回寝て起きたら配信やります。ちょっとね、体調崩してるからね、また寝込んじゃうかもしれないけど、またね、時間が空いてたら見に来てください。夫婦マンプレゼントありがとう。じゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。フォローありがとうございました。アイテムもたくさんありがとう。おやすみ。ツイッター、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。